小牧基地公開で展示された機動衛星ユニット機動衛星ユニットは航空自衛隊が装備する航空機搭載型の医療ユニット。有事や災害時に傷病者を生きがい搬送するために開発された装備である。航空自衛隊に設置された機動衛星検討委員会において輸送機で重症患者を搬送する方法が検討され、2003年頃に原案が取りまとめられた。 輸送機への搭載が容易なコンテナ型となっており、20フィートコンテナとアドーサイズとなっており、1ユニットに最大3名を収容可能で C-130 輸送機には2ユニットを搭載できる。ユニットは長手方向の前後に出入り口を備え、中央にシュベットが配置されているが、簡易ベッドを使用する際はユニット右側にスライドする。簡易ベッドは 取り外し可能で、ユニット左側に2段に設置する。集中治療室に準じた環境で、重症患者を安全に搬送できるよう、各種の医療機器が搭載されている。機器の選定にあたっては、限られたスペースに搭載することから、軽量小型である点を重視、信頼性の面で、機上医療における、使用実績の有無も考慮している。天井には、 最大2万ルクスの照明が設置されている。同様にユニット化された医療設備として、陸上自衛隊が野外手術システムを装備しているがコンセプトが異なり、野外手術システムが4台の車両と支援装備から構成され、本格的な外科手術を行う野戦病院としての機能を備えるのに対して、軌道衛星ユニットは航空機へ搭載することからコンテナ1台に、 コンパクトにまとめられており、重症患者を迅速に航空搬送するための集中治療室としての機能に絞られている。航空機搭載型ユニットの特徴として、飛行中の輸送機の貨物室は騒音が激しいため、防音性に優れた構造となっており、ユニット内が80デシベル以下になるよう設計されている。乗員との連絡には専用のヘッドセットを利用する。また、 航空機の機器と医療機器の間で電磁波干渉による誤作動が発生しないよう電磁波を遮断する構造となっている。2007年3月29日に1号機が2010年12月16日に2号機が小牧基地へ配備されている。このほか経費的心肺補助装置、大動脈内バルーンパンピングなど医療機器の持ち込みに対応するため、 1 0 0ト交流コンセントが設置されている。ユニットは、小牧基地に配置されている、第1位総航空隊、第401飛行隊の C-130H に搭載され、航空機動衛生隊が、機上医療を担当する。要因は1ユニットにつき医官、救急救命士、看護師、管理要員の4名が、基本編成である。2011年3月11日に、 女性は重度の心不全を抱えており、陸路の長距離運送が困難で本ユニットの能力が発揮された事例であったが、東日本大震災における運用は、この一件のみで活用の機会が限定されたことから、事故に機材を呼び運用の改善が検討された。2012年以降は、重篤な心不全、呼吸不全などで長距離運送を要する患者の輸送を、 災害派遣として行っており、2014年11月22日、現在の累計搬送回数は13回である。ありがとうございます。